にしろってやってほしい。あ、じゃあ俺来たよ、お前だ。え、何ヶ月も来てないよね、ここね。一旦帰ります。帰ってご飯食べます。今日はホームで町田ゼルビアと試合です。前半戦は 0-3 かな、 0-3 で負けたんですけど、僕も試合に出ててかなり厳しい試合をしてしまった相手なんで、まあ、ホームでどうにか勝ちたいですね。あの切り替えも早くてこう強度の高い試合になるんじゃないかなと思います。
試合は0対0の引き分けでした。まあかなりハードワーク、うちもまあ町田もしてて、まあ最後のとこお互い決めきれなかったって感じのゲームでしたからね。まあ明日も僕はまたリハビリしっかりやって、復帰に向けてまだまだ長いですけど、やれることも増えてきたんで、まあ焦らず頑張っていきます。